はいどうも、なおちんです。さあ今日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は1年ぶりにクローニと戦ってみようと思います。パーティーは普通のパーティーで行きますね。草薙武士にゃん、トゲにゃん。で、光栄に草薙読み元帥、花咲じ。これで行ってみます。確かトゲにゃんがいれば余裕だったんじゃないかな。どうだろう。よし、黒鬼やっといたー。ずっと赤と青しか出てこなくってね、きつかったー。花咲じいが横にいるね。オッケー、これで回復するでしょう。大丈夫でしょ。いきまーす。おい、ちょっと待って、減りすぎじゃない？あ、そうか、ガードしないとダメなんだ。そうだそうだ、嫌われるつけてるから、うわ、耐久力がもう全然ない。こんなんだった？トゲニャンこんなもん、マジか。バカバカ、とりあえずガードだって。もう間に合う？これでガードして、ガード、うわー、これ全然ダメだ全然ダメ。深い漢方使えば大丈夫？ちょっと全然ダメじゃん。おい、マジでか。アイテム使いすぎじゃん。ガードの奇跡の方が良かったっけ？全然回復しないよ。誰に攻撃する？トゲニャンだよね。嫌われるだからね。ちょっとガードして。これガードしないとこれ話になんない。もう話にならん、本当に。ふざけてんのかこれ。よしよしよし、ガード。なんでガードしないの？いや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 、ちゃんとガードしやすい性格にはしてるはずなんだよね。全くしない。ちょっと待ってよ。オッケーもしたけど遅いってば。もう全然安定しない。いや、こんなもんじゃなかったでしょ。おーいお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 い、これどういうことよ。いや、全然ダメだ。ちょっと待って。ああ、全然ダメ、本当に。ああ、必殺技とかもうそういうレベルじゃない。もう、こいつが攻撃するともう全く安定しない。なぜガードしてくれないの？ちょっとお、やっとかよ。遅い。ちょっと全然安定しない。よし、あ、もう何してんの。おい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 、これあれね、タンクがポンコツだとどうしようもないね。全然ガードしないし。よし、ちょっと待って、もうこっから立て直そう。なんとかさ。よしよしよし、ガードすれば大丈夫でしょう。オッケーで、ここで武士にゃんを生き返らせる。ガード解くなよ。よし、オッケーで回復を入れたい。バカ野郎、バカ野郎か、本当に。なぜすぐガードを解く？もう深い漢方がいくつあっても足らんよ。あ、やっと半分ぐらいか。バカ、もう本当に。いやー、ひどいね。これはひどいよ。もうはい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 、本当に。ガードの秘跡の方が良かったっけ。 100% ガードさせるために秘跡を装備していくんだったっけ。これもう攻略法全然覚えてない。でも自分の動画を過去に遡って見てみるか。うわっ、こりゃひどい。これはひどいぞ。まさかトゲニャンがこんなにまでもガードをしないとは思いもしなかった。ああ、もうアイテムがもったいなさすぎる。もうこれはリセットするしかないね。もうリセットだわ。本当にひどい。うわー、これは本当にひどいよ。ちょっと待って、俺性格を間違えてるかな。なんか間違えてるとしか思えないね、こんなガードしないっていうのは。はい、まあ、とりあえず倒してから見てみましょうよ。おい、ガードして荒くれとかにしてないかい、もしや。いやいや、そんなことはないでしょ。もうこれ全滅するかもよ、下手すると。ちょっと待って、 OK、 これでなんとか。ちょっと待って、 OK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 、 いけ。どうだ、あれ、ちょっと待って、草薙あれ生き返らない。違ったっけ。え、違った。全員生き返ると思いきやそうでもなかったな。お前今ガードしてたじゃないか。ガードをしてたじゃないか。なぜ元に戻す。ガード、トゲニャン。いや、そう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 だよ。ガードをするのだ。よし、頼むよ、そのまんまガードで。クローにも通常攻撃をしてくれ。いや、ガードしない。頼むよ。よし、まあまあ倒せはするね。倒せるには倒せるとは思う。うわもうもう、よし、もうサボらないでね。ガードしてよ。ガードしないんかい。あ、ちょっと待とう。 OK で、ここで回復と。もうちょっとでしょ。倒しちゃって。はい、おかしい。トゲニャンがおかしいです。俺の設定ミスか。ちょっと待って、絶対おかしいよ。え、動じないだ。ガードするやつだよね、動じないは。これ、嫌われるよりもガードの秘跡、こっちの方が良かったっけ。いや、嫌われる装備してたと思うんだけどね。はい、ということで今日はクローに1年ぶり戦ってみましたけども、散々でした。トゲニャンが全くガードしない。これガードの秘跡を装備させて、確実に守らせた方が良かったかな。いやー、どうか覚えてないですね。まあ、とりあえず、今、海坊主育ててるので、海坊主を今度は使ってみようと思います。はい。ということで、またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。